アイテム番号、SCP-752JP、オブジェクトクラス、ユークリッド、特別収容プロトコル、SCP-752JP 発生の事前予知が困難であるために、収容として全国27カ所の主要な医療施設に潜入している財団関係者による、SCP-752JP に関するものと思われる胎児の死亡事例の察知、報告が行われています。SCP-752JP の発生が確認された場合、カバーストーリー、自然流産に基づく関連する医療関係者の記録の改ざん、記憶処理が行われます。SCP-752JP により死亡した胎児の母親に対する精神的なケアを目的とした心理処置は、胎児の母親たちの傾向から基本的には不必要であると判断されました。当該人物に関する調査結果から特別に必要であると判断された場合のみ心理処置を行ってください。説明。SCP-752JP は妊娠18周期から33周期までの人間の胎児を対象とする異常な死産事例です。SCP-752JP は日本国内でしか発生せず、財団が把握している事例だけで年に平均して70件ほどが確認されています。SCP-752JP は胎児の死因から3つのパターンに分類されます。第1パターンでの胎児の死因は水死です。このパターンでは、兆候として母親の体内の羊水がすべて水、H20 に置き換えられる現象、SCP-752JP、A として A が発生します。この水は若干の不純物を含むことを除けば通常の水です。SCP-752JP、A の発生後、母体からの胎児への酸素供給が完全に断たれることで結果として胎児は水死します。またどの段階で発生しているかは未判明ですが、胎児の頭部に人間の手形のようなあざが現れることが確認されています。第2パターンでの胎児の死因は出血死です。このパターンでは、前兆として胎児の頭部、胴体に複数の殴打痕が現れます。この殴打痕は胎児の脳内出血あるいは外出血を起こし、胎児の死亡を引き起こしています。第3パターンでの胎児の死因は窒息死です。このパターンでは、死亡した胎児の首に SCP-752JP-B が巻きついた状態で発見されます。SCP-752JP-B は電化製品のコード、ベルト、タオル、ネクタイ、ハンガーのいずれかの外観を持つ物体です。SCP-752JP-B は一般的に市販されている品と同じ外観をしていますが、販売元や製造番号などの記載がありません。第13パターンに関して、胎児の窒息は発生した SCP-752JP-A-B によって直接的に呼吸が妨げられているわけではないことに留意してください。胎児の呼吸は本来自身の呼吸有機系には依存しておらず、胎盤及び鎖体を通して母体からの酸素供給という形で行われています。そのため通常ならば胎児の呼吸が SCP-752JP-A-B によって妨げられることは本来ありません。したがって、第13パターンでは胎児の死は発生した SCP-752JP-A-B によって直接的に引き起こされるわけではなく、むしろ母体からの酸素供給の遮断によって引き起こされています。追記、胎児の母親への調査結果から以下の2点が傾向として挙げられます。比較的若年層である。SCP-752JP 発生以前に軽度重度問わずうつ状態にあった。うつ状態に関してはそれが SCP-752JP の持つ副次的な効果なのか、母親たちが置かれている状況によるものであるのか不明です。